9月3日午前中の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて14円と29銭高い2万トンで634円48銭でした。トピックスは昨日に比べて 6.21 ポイント高の 1511.42 でした。いずれも反発でした。東証一部全体の7割近い1468銘柄が上昇、下落したのは 25% 549ということで、どちらかといえば買いが先行したというのが前場の動きであります。ただ商いの少なさは相変わらずであります。東証一部売買高株数が前場終わった段階で3億7900万株、売買代金に至っては6000トンで86億円しかできていません。これ単純に2倍しますと1兆2000億円でありまして、昨日が5年4ヶ月ぶりの売買代金の少なさでありましたが、今日もそれに輪をかけてさらに少なくなる可能性もあります。新興市場です。マザーズ指数は昨日に比べて 4.27 ポイント高 0.5% の上昇でした。日経ジャスダック平均株価は7円と17銭高 0.2% の上昇ということで、東証一部の日経平均トピックス、さらに新興市場のマザーズ、ジャスダック、いずれの指数も小幅高で前引きを迎えました。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均は先週の金曜日に1週間前の水準2万トンで700円を取り戻して終えた後は、昨日はやや冴えず、今日も同じようなレンジであります。2万トンで600円、それから700円をうかがうような動きとなっています。なかなか上の方にも下の方にもいい材料が出てこず、売り方買い方双方とも動けないといったところであります。もっとも昨日のアメリカ市場が祭日でお休みでしたので、そのあたりも今日の東京市場の立ち上がりの方向感の鈍さ、方向感の乏しさにつながっているようです。こうした中で東京市場、例えば主力銘柄で徐々に株価水準を切り上げる銘柄も散見されます。例えば7203、最大の銘柄ですね、トヨタ自動車です。トヨタは前引け値こそ6994円でしたが、10時半あたりで7000円台の節目を回復する場面がありました。トヨタが7000円つけるのはこのあたり、つまり8月上旬以来ですから、ちょうど1ヶ月ぶりの高値を回復しているというのがトヨタ自動車の動きです。トヨタ冷やしチャートを振り返っていきますと、このあたりですね、7000円つけてから一旦下に行って、ここの押し安値を意識するようなところで下げ止まって、じわじわと売り物をこなしながらいい形で上の方向に向いてきています。下値も切り上げトレンドですし、上値も切り上げトレンド、今日は午前中の段階で節目の7000円にタッチする場面がありました。一方、個別のニュース材料で同意づいているのが非鉄金属銘柄でしょうか。例えば5713住友鉱山、このところ足元急伸、上向きの動きであります。そこのところで2つ下値、しかも切り上げムードで底を打っていますし、今日のこの大きな陽線で直近の戻り高値も上抜いているような格好であります。底入れのサインとされるようなチャート形状にはなっています。ロンドンなどでニッケル価格が急上昇しています。もともとインドネシア政府がニッケル鉱ですね、ニッケル鉱石の輸出を全面禁止するという話は市場では出ていましたが、当初の方針よりも2年近く前倒しするということで、来年の1月1日からインドネシアからのニッケル鉱の輸出が全面的に止まると。このあたりがニッケル価格の足元の急騰、急伸につながっているようです。これが非鉄金属セクターへの資金流入を促しているようで、今日は非鉄株が物色されています。今日の東京市場、日経平均、トピックス、マザーズ、ジャスダック、それぞれの指数は小幅高で午前中の取引を終えていますが、東証一部の商いの少なさは相変わらずで、この前場のペースが5場も続きますと、昨日つけた5年4ヶ月ぶりの売買代金の少なさというのを今日はさらに下回る可能性もあります。以上、前引けの模様を東証アローズからお伝えしました。